皆さん、こんにちは。ようこそ、4番の部屋に来ていただきました。もう、すごいいろんな魅力的な文化がある中で、こちごらめんなに。さい。で、今日のテーマはですね、ローカリゼーションといっても、まあ、何が主体となるかっていうと、やっぱり地元、ローカルなコミュニティですね。それが主体となると思うので、まあ、日本全国ね、いろんなコミュニティがあると思うんですけども、そういうコミュニティを立ち上げた方が、6人今日ゲストで来ていただいて、実際コミュニティがある暮らしってどんな暮らしなの、どんな感じなのっていうのを皆さんに、感じて体感していただければなと思ってます。で、どうやって始めるのとかね、やったらどうなるのみたいな、そんな話もできると思うし、いろんなコミュニティってね、捉え方にもよるんですけども、いろんなタイプのコミュニティがありますので、それを皆さんに、聞いていただきたいなと思いまして、これを企画しました。で、まあ、これを聞いた後ですね、あ、自分でもね、なんか立ち上げられるかもしれないなとか、別に立ち上げる必要なくて、なんかね、地元のローカルなコミュニティに入っていただくっていうのも一つの選択肢なので、そういうふうにつなげられたらなっていう願いがこもっています。どうぞよろしくお願いいたします。トランジションジャパンの吉田俊郎です。あと、ホストしている小二山み階かさん。んです。よろしくお願いします。はい。実はですね、これ、90分しかなくて、時間がなかなかないんですよね。で、6人のゲスト、盛りだくさんのゲストで、多分、カオス状態になると思います。それがコミュニティです。なので、あんまり、なんていうのかな、うまくいかないかもしれないんですけども、それがコミュニティってことで、皆さん楽しんでいただけるかなと思ってます。それではですね、6人の方を紹介したいと思います。では、まず、飛龍くん、廃材イコービレッジの飛龍くん、自己紹介と、なぜ、なんだっけ、きっかけはコミュニティ活動です。計画です。きっかけですね。はい。廃材エコビレッジゆるゆるという、神奈川県の相模原市の、藤野ですね。藤野の山奥、11軒の限界集落の綱子という集落があるんですけど、まあ、そこに僕は、15年前にこう移住して、で、そこに廃工場があって、まあ、そこの廃工場を今、廃材を集めて、仲間たちを集めながら、こう、村づくりみたいなプロジェクトで、アートでエコな、エコビレッジみたいな形でやっております。廃材エコビレッジ、そこの村長をやってる飛龍と申します。で、まあ、作るきっかけっていうのは、僕自身はこの311がきっかけになってて、やっぱりこう、それまではもう美術家としてこう、絵描きとか、音楽活動とかしたんですけど、まあ、そんな中で、まあ、エネルギーのこととか、むしろこう、いつ死ぬかわからないなと思った時に、まあ自分自身のこう、生き方みたいのをこう、ちょっと変えてみようと思って、こう、ちょっと仕事をしてたのもやめて、車旅して、いろいろ巡った先で、いろんなこう、里山型の、循環型のライフスタイルやってる場作りをしてる人に出会ったり、あとは廃材でね、家を作ってる。ファミリーに出会ったりとか、まあそういうのがすごくきっかけになって、2013年の9月からプロジェクトはこうスタートして、現在もう8年やってまして、メンバーはもう620人ぐらい、ゆるゆるのメンバー、登録者がいたりとか、あとはなんか動くお家に住む村づくりみたいなプロジェクトがこう始まってったりとか、なんかいろんなこうことがコミュニティの中で巻き起こっている現象がちょっと今生まれてて、まあ、そこはちょっと、いろいろ、廃材エコビレッジゆるゆるで検索してもらうと、いろいろ SNS、インスタやフェイスブックなどありますので、ぜひ興味ある方は見てみてください。今日、分科会、ちょっと僕自身、コミュニティ8年いろいろやってきて、いろんなお話ができればと思ってますので、よろしくお願いします。はい。はい、ありがとうございます。ものすごい面白いとこです。僕も何回も行ったんですけども、めっちゃ楽しいです。ではですね、盆踊り部の、山口愛さん、お願いします。はい、皆さん、こんにちは。鎌倉湘南を中心に活動しています、イマジン盆踊り部っていう、
バンドなんですけれども、今は全体で40人ぐらいメンバーがいてですね、メンバーはみんな普通の人です。町の人たちが集まって一緒に音楽をやることで、コミュニティのようなつながりができていくっていう現象で、今いろんなところから注目していただいてて、ただ音楽をやるだけじゃなくて、それが地域のつながりとか伝統の掘り起こしとか、いろんな人のエネルギーの源になっていってるっていう渦を巻き起こしている、団体になります。きっかけはやっぱり311の後の脱原発パレードっていうのが一番最初なんですけど、私はそこのところは一番最初は参加してなくて、民謡ユニットをやってたんですね、その時。で、ふえりこちゃんっていうもう一人踊り子のリーダーがいるんですけど、あと桜子っていうメンバーが、その脱原発パレードで踊りながら、私たちが作りたい世界っていうのはノーとか、やめたいとか、反対だとかじゃなくて、嬉しいとか楽しいとか、心地いいっていうのを体現することなんだっていうのを、歌と踊りでやったところから、盆踊りにつながっていって、それが地域の人とかを巻き込んでいくっていうことに感動して、じゃあもうバンドにしようって言って、そしたらライブとしても楽しめるし、踊るだけでもいいし、みんなが主役になれる場っていうのをそこに作ることができるよねっていうのが盆踊り部の始まりです。イマジン盆踊り部で検索していただくと Facebook とかいろいろ出てきます。今度本にもなるし、7月からは発行する民っていう映画が始まりますので、全国上映されるので、よかったら見てみてください。はい、ありがとうございます。まさに盆踊りは、まあ、コミュニティを巻き込むにはもう最高の、なんていうんですかね、手段っていうかね、やり方だと思います。ですね、それでは、次は、翼ちゃん、溝口翼さん、お願いします。はい、東京の世田谷区二子玉川、結構都会で、コミュニティ活動してます。ゴミ拾いでつながるコミュニティドックスをやっています翼です。始めたきっかけは、4年目になるんですけど、自分個人的には一人でいろんな活動とか価値観がつながる仲間たちとか出てきてたんだけど、近所にそういう人たちがいないなって感じていたのと、ゴミ拾い一人でも始めようって思っていたところ、最近のパタゴニアで働く今一緒にドックスをやっている仲間と出会ったってことをきっかけに、一緒に始めようってこう渦ができ始めて、最初は半年くらいは内輪って感じだったんですけど、だんだん広がってきて、40人50人とか参加してくれるようになったりして、6時間耐久とかワークショップやったりとか、みんなで河原でポットラックで持ち寄りご飯したり、どんどん活動が広がったり、あとは大きな台風が鴨川であった時に赤間を助けに行ったりとか、と二子玉川も結構決壊の被害があったりしたんですけど、そういう時にみんなで集まったりとかってできてたんですけど、コロナで今コーヒーとかのシェアもできなくなったりとかってしてるんですけど、毎月のゴミ拾い活動は、ちょっとお休みしたりもしながら続けてて、最近なんかそういうあえて集まるとかミーティングとか価値観をシェアするってことがなくても、本当に小さな子供からこう老若男女いろいろ、あと外国の英語をベースにした人だとか、いろんな人が価値観でつながってる輪ができてるなって、都会でも匿名性の高いこういうところでもつながりが生まれてるなって感じていたところです。こういう機会をいただけてありがたいです。そんな感じ。はい、ありがとうございます。今まで の活動されてる方の、チャットに、三階さんが貼り付けてくれたので、よかったらそれを後で見てください。それではですね、福本理恵さん、お願いします。こんにちは。なんか私が一番結構年上なのかなと今思ったりしてるんですけど、今、私自身はボタニックグリーンっていうことでプロフィールに入ってると思うんですけど、ボタニックグリーンという服を作る仕事を、それはコミュニティではないんですけど、をやっています。で、その前にやってたことがあって、そこで夫と出会って、その後13年間今ボタニックグリーン、13年目に入るボタニックグリーンをやっています。で、その前に桃の家っていうのを作ったんです。で、それはきっかけの話は今するんじゃないよね。どうしよう、していいでしょ。だっていいか。じゃあ、震災があって、でも皆さんは311っていう最近の方の 10年ぐらい前の震災ですけど、1995年の、阪神・淡路大震災の時に、やっぱり集まる場所がいるなって思ったのが結構大きくて、探して
一番必要なのは水と土だと思ったんですね。まあ話せば長くなるんですけど、まあ水はまあすごいいつでもやっぱり飲みたいし困るっていう意味で、で土はみんな出す方の土で困って、トイレがなんか満杯になってんですね、あの避難所でなんかトイレに行こうと思ったらもうまたげないぐらいトイレの山になったっていう話とかが聞いて、なんでそうなるのかなと思った時に、やっぱ土がないから掘ってね、あの うんこするとかができない、まあできないというか、できるのにしようとしないというか、そういう瞬間がない、習慣がない。だから、まあ、水と土が近くにあるといいな。で昔はみんなお庭があったなって思って、あのお庭の大きなある土のあるところをあの探していて見つけたのが桃の家。ちょっと特殊なんですけど、その桃の家っていう名前ですけど、またあの検索してもらったらいいんですけど、230坪ぐらいあって、半分ぐらいがあの庭で、半分以上が庭 で、多分そこはもう今周りはみんな駐車場、そういう土地はみんな駐車場になったりマンション建ってるんですけど、今かろうじてあの私が13年子供たちと住んで、その後私はそこで出会った夫と13年ボタニックリーをやってるんですけど、その後も引き継いであの誰も収入は得ないんですけど、なんとか自主運営をして、25年今度26年目に入る桃の家ができています。です。それはあの何をしてるかまでは今話せないかなあの、まあ、でも本当に孤独な人をなくそうということと、モモっていう名前を掲げてるんですけど、あの時間、私も自分がモモになりたいなと思って、時間を取り戻したいな、あのそういう気持ちを込めて、あの時間がないとか今も一緒時間計ってると思うんですけど、時間と競争するのをやめて、時間は永遠にずっとあるんだみたいな気持ちでやれる場所としての名前を掲げました。でももは奇跡的に家賃、そう誰も収入を得てないのに家賃24万から始まって、今19万にさ団体交渉で下げてやっと19万、まあ、都会の中の大きな庭のあるお家としては決して高くないのかもしれないけど、古いお家なのでそれを維持するっていうことにみんな四苦八苦して、お金とも向き合いながら、それでも自分たちのゆっくりした時間を作り上げるっていう場所を運営している桃の家が、あの奇跡的に存在していることに今私も感謝しているっていう段階です。分かったかな。はい、すいません、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。素晴らしいですね。26年も24万か19万を払い続けて活動しているってめちゃくちゃハードル高いと思うんですけども、素晴らしいと思います。ではあまりお金とは縁がない、コミュニティの山口二郎さん、お願いします。はい、トランジションタウン南阿蘇の山口二郎です。まずトランジションタウン始めたきっかけですね、もともと九州パーマカルチャーネットワーク九州っていうのを立ち上げてて、それで活動してました。その時に俊郎さんとヒデさんにトランジションタウンの説明会をやってくださいってことで2009年に多分来てもらったと思うんですよね。で、その時にああと思って、その3つの H ですね、あこれすごいなと腑に落ちて、それで僕は2010年に南阿蘇に引っ越して、うちの妻と友達と3人でトランジションタウン南阿蘇を始めました。でその後2011年の311の震災が起きて、移住者がドドドッと来て、もうなんかこうそれから渦のようにすごい広がりで、あのトランジションタウン南阿蘇っていうのはすごく大きくなっていった経過をちょっと思い出します。でここの阿蘇の、九州の真ん中の阿蘇なんですけど、2011年以降ですね、水害が起こったり、あと、まあ、一番新しいのは熊本地震ですね。災害がすごくやっぱ多いので、すごいこう、そういうコミュニティ、何でも話せるコミュニティがあると、すごくこう、安心っていうか、そういうのがこう、あるので、みんな、結構活発に、
そのいろんなこうレイヤーがあるんですけど、コミュニティにも、まあ、そういうのにとらわれずにいろいろこういろんなコミュニティ同士でつながってるっていう、こう緩いつながりがこうできてるっていう場所になります。で、まあ、現在、まあ、一番ちょっと自分が体重を乗してるのが地域通貨だったり、あとなんだろうな、まあ、地域通貨かな、一番今自分がこう体重乗ってるの、まあ、そういう活動をやってます。地域通貨の名前はカルデラデーラっていう活動をしてます。以上です。よろしくお願いします。はい、では最後、池部純一さん、池ちゃん、藤野で活動している、はい、はい、皆さんこんにちは。僕もあの先ほどね、トップバッターの飛龍くんと同じ神奈川県藤野に住んでます。で、そこでトランジション藤野の、メンバーの一人として、活動してます。まあ、きっかけっていうことで言うと、まずそのトランジションに参加するきっかけとしては、ちょうどこう藤野に15年前ぐらいに移住して、で移住したこう動機としても、なんかこう持続可能な暮らし方に変えていきたいなみたいな漠然と思ってたところで、ちょうど、トランジションっていう活動が始まって、これだということで、参加し始めました。で、その中のこういろんな、ね、どうやったら持続可能な社会に街になるかなみたいなこうアイデアをこう出し合う中で、まあなんだろうな、あのトランジションタウンのこのキーワードとして、こう脱依存っていうね、何か大きなシステムに依存したまんまの状態っていうのは持続可能ではないよねっていうことで、今依存しているものをこう一つ一つ見つけ出して、そこからこう、抜け出すアイデアみたいなものをこう出して実践していこうというようなことの中で、僕はそのお金、脱お金依存みたいなことをこう提案したんですね。お金があればこう幸せに豊かに生きていけるっていうのに、きっと誰もが今疑問を感じているんじゃないかっていうふうに思って、まあ、僕自身もそうだったし、ある意味こうお金さえあればみたいなこう思いっていうのは、お金に依存してるっていうことなんじゃないかと。だったらこう地域の中で、お金に、まあ、いわゆるお金ってその資本主義経済とか貨幣経済みたいな、そういうシステムに依存せずに、自分たちで小さな経済を作り上げて、豊かに自然に生きていけるこう工夫みたいなね、なんかそういうのをしていけないかというようなことで、地域通貨を立ち上げました。で、地域通貨の方では、まあ、これがいわゆるそのトランジションタウン富士野の中の、コミュニティを形作るようなシステムになってるんですけれども、今だいたい700人ぐらいの人たちが参加していて、まあ、そこでこういろいろやり取りをやっていて、まあ、10年ちょっとやっていて、今とっても感じるのは、それをやったことでものすごいこう多様性を認め合うっていう状況ができてるなというふうに思ってます。そんな話をできたらなというふうに思っています。はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。まあ6社、6用のコミュニティがあるっていうのは、なんとなく皆さん感じていただけたかなって、まあ、600人、700人から、もっと小さいね、コミュニティがあると思いますけれども、そうですね、コミュニティってね、まあ、いろんなコミュニティがあると思うんですけども、まずコミュニティの捉え方、コミュニティって何だっていうところを、ちょっと皆さんどんなことを考えているかをお聞きしたいと思います。どんな捉え方されてますか？どなたか、スピーク、ゲストの方、手を挙げてもらえますか？じゃあ僕なんかちょっと話していいですかね？はい、飛龍くんお願いします。自分自身、コミュニティを作るにあたって、やっぱりちょっとこう、なんだろうな、友人で、やっぱりこう、精神的にこう、病んでしまって、こう、自殺してしまった、古い友達がいて、なんかなぜこう彼はこう亡くなってしまったんだろうなんてことを結構自分なんかすごくこう考えて、なんかこう人がこう弱みを見せれたりとか、なんかこう語り合える空気感とか、なんかその自分らしくあれるなんかこう仲間たちが
こう近なんかこうに属せるっていうかね、コミュニティに属せるみたいなことってなんかすごくこう生きる上で大切なんじゃないかななんか思って、で本当あのその中であのな何がそれが必要か、幸せなコミュニティ、まあ、今回豊かな、つながりのあるコミュニティってあのタイトルがあったと思うんですけど、なんか本当そこであの、まあ、幸福なコミュニティとはっていう問いをこう自分の中で思って、あのその中でこう幸福学のなんか話でこう幸せの4つの因子っていう話があって、まあ、これは慶応大学の前野教授っていう幸福学の研究者なんですけど、なんかその4つの因子っていうのがこうありがとうという感謝の心があることと、あのやってみようというチャレンジ精神があることと、あのなんとかなるさという楽観主義があることと、最後はありのまま、この4つの因子がすごくこう幸せにこう大きな影響を与えてるみたいな話があって、なんかあこれコミュニティの中でそういうみんながそうあれる雰囲気ってできたらめっちゃいいんじゃないかなと思って、なんか自分なんかすごくそれを意識しながら、なんかこうきっかけはね友達の死だったりそういうがあったんだけど、なんかそれをこうなんかこう実践できる形なんか模索してみたいなみたいな思いながら、こうちょっとこうコミュニティっていうのをこうちょっとやってみようかなと思ってます、うん、はい。なるほど、まあ、幸せを求めてコミュニティを開くっていう感じですかね。なんかね、はい、あのさっき桃の家のリエさんも、うん、なんかその始まりはそのね、うん、あの小説の桃の話のその時間泥棒とのね、多分もうみんながつながり合ってこうね、それを高い家賃もなんか仲間たちのつながりでそれは長年こう運営できてるって本当すごいコミュニティ力だなっていうのをすごくなんかこう話さっきの自己紹介の中の話を聞いててめっちゃ感じてなんか感心してました。ね、でも本当はお金がかからない方がいいと思ってます。だから私すごい、あ、ごめん、喋っちゃった。いい？いいですか、喋って。古いお家だし、あの、でもただ、やっぱり地代が、あの、その家賃の半分近いです。10万ぐらいが地代なんで、あの、地主さんにも話しに行ったんだけど、やっぱ価値観がものすごく違うから、あの相手にはならなかったです。すごい巨大な土地を、たった一人の 女性が運営しているのに、運営っていらないね。そういうの持ってるのに。なんかそれは感覚が違いすぎて通じなかったです。でもやっぱりそれでもその家を持ちたかったのはやっぱりもうだんだんちょっと話すと長くなるから、都会だからやっぱりさ、ヒルクのところだったら森とかも全然いっぱいあるじゃないですか。で私も今住んでるとか森が多すぎて逆に崩れてきてるから、そういう話がじゃないけど、都会の中の大きな木っていうのはやっぱりすごい酸素とかすごい意識するんですよね。その木を切らせたくないって、で桜の木が一本あったんです。桜の木を切らせたくない、たったそれだけが願いだったんですよ。それで続いてる。でもそれをちょっと緩めたら隣の家は100年の木を2本も切って駐車場になりました。だからもう腹が立つから、お金でなんとかなるなら何とかしようぜみたいな勢いです。でもとっても大変ですよ。本当はお金がいらなかったらもっといいなって思う。でもね、そうは言っても都会だからみんなお金を払って家賃を払ってるから、まあ、それと同じことを してでもやっぱり守りたい場所だったんだなっていうのが結論としては、あの私が出た時あとはもうそこまで頑張る人がいなかったら潰れると思ってました。だから潰れなかったっていうのはさ、やっぱり何かがその人と心の中と場所、まあ、特殊だと思う。ももはあの都会の中の大きな100年からのクスノキと80年ぐらいの桜の木を守りたいという一心で、あのみんなどちらかというと持ち出しで、でもお金が逆にお金を払わなければいけないということがまたつながり、それも含めてそれがいいかどうか分からないね。もっと違うところにエネルギー避けたらもっといいのかもしれないけど、それも含めてあのみんなの頭を悩ませながらつながってきたような気もします。まあ、場を持つってことはすごい大切だし、まあ、でも逆に大変だなっていうのはありますよね。でもそれがまあ都会でどうしても必要だったっていうのはあると思います。はい。他にもう一人ぐらい。
はい。池ちゃんどうぞ。ちょっと、うん、まあコミュニティっていうのにちょっと戻して、見ようかと思うんですけど、僕がその、まあやっぱり地域通貨のね、文脈で言うとっていうことにもなるんですけども、よくそういうところでこう説明するときに、やっぱりコミュニティってなんだろうみたいな話をするときに、コミュニティって言葉のを意味をこう調べてみるっていうところから説明したりするんですけど、コミュニティって英語のコミュニティのその成り立ちっていうのが、ギリシャ語のコムとミュナスっていう言葉がくっついてできた言葉だって言われていて、それのそのコムっていうのはお互いにってことで、ミナスっていうのは贈り物っていう言葉がくっついてできた言葉だと、まあ、そこからこう推察すると、まあ要するにお互いにこう与え合う関係性の集合体みたいなことからコミュニティっていうのは始まってるんだなというふうに思うんですよね。でそうするとじゃなくて、あるちょっと名前忘れちゃったんですけど、経済学者の話で、この世界っていうのは、取り合うと足りないんだけど、与え合うと実は余るんだっていうことを言っていて、まあ、だから要はみんな贈り物をする、与え合うっていう関係でつながれば、実は今、地球上にあるものって、全然余っちゃってるっていうんですかね、豊かであるんだと。だから関係性の作り方として、贈り合うみたいな関係性でいられる、まあ、コミュニティがね作られれば、おのずと豊かになっていくんだよねっていうふうに、説明をしてるんですね。まあ、だから今ね、リエさんの話にもあったけど、やっぱり今のお金の仕組みっていうのはね、まあ、経済の仕組みっていうのかな、こう送り合うみたいな関係性のシステムになってないなと。まあ、もっとその地域のねコミュニティなんかを送り合う関係性にちょっとこう変えていければまた違うことが起こるのかなっていうふうに思ったりしてます、ね、あ、素晴らしいですね。なんかやっぱり競争すると物が足りなくなるけども、実は余ってて腐っていく、うん、で送り合うと実はいっぱい 余るというか、実はもうみんな十分足りるぐらい物があるんだよっていう、まあ、それを求めてねコミュニティを始めたりとか、コミュニティの目的もそうかもしれないですね。なんか素晴らしいですね。皆さんなんかいろんなコミュニティの話が聞けたと思うんですけど、コミュニティを自分で立ち上げたよとか、あるいは今入ってるよっていう方でちょっと挙げてもらえますか。どんな感じなのかなと。こう結構画面オフな方が多いので、ちょっとですね、うん、はっきりとは分かりにくいですね。あと、省吾さん、うん、はい、あとこれからちょっと立ち上げたいなとか、そうし立ち上げようかなと思ってる人いますか？はい、まあまあいらっしゃいますね、うん、はい、わかりました。ではですね、一つ目の、まあ二つ目の質問ですかね。まあどうやってコミュニティを始めたか、あるいはなんだろうな、そもそもね、なんで立ち上げたのとか、そこら辺、まあ、今もちょっと話あったと思いますけども、どう始めたか、そんな話を聞けたら、ああそうやって始めるのかなとか、そうやればいいのかなっていうのが分かると思うので、2つ目の質問は、どうやって始めましたか。はい、私イマジンボーンドリブもやってるんですけど、さっき の皆さんのお話からちょっと受けて、コミュニティってやっぱり自分が安心できる場所っていうことと、自分の技術をこう与え合える、その自分の特性を理解して世間というかね、そのみんなにこう示していくことで使ってもらうっていうことで、結構つながりとか充足感ができるのかなというふうに思ってるんですよ。で私放浪癖があったので、ずっとフラフラしてて、家なしとか島暮らしとか、あんまり地域に根ざした生活をしてこなかったんですけど、ここの鎌倉に来てから、まあ、私歌を歌っているので、その歌を歌うっていう特性を生かして地域の役に立つことができているっていうことで、こう地域につながれてるなって思ったんですけど、コロナになって自粛になって、
その能力っていうのが結構使えない人が出てきたので、Facebook 上にギフトシェアというコミュニティページを立ち上げたんですよね。それぞれの能力が生かされる、まあ、ネット上ではあるけれども、こういうことができるよっていうのを与え合える場所っていうのを作ることで、何か動きとかムーブメントが起こっていかないかなっていうふうに立ち上げて、まあ、そこもちょっと面白いことになってはいるんですけれども、なんかその面白がる、気楽にやってみるってことがすごく大事なのかなって、その仲間を集める、なんか私はこういうことをやりたいよっていうのを掲げることで、その旗のもとに人が集まってきて、じゃあどんなことするみたいなのがコミュニティになっていくのかなっていうふうに思ったりしています。はい、ありがとうございます。はい、送り合うとかね、素晴らしい、自分が持っているものをコミュニティにどうやったら貢献できるかとか、それを捧げることで貢献しようっていう、そういうものですね。はい、あと、どなたでも。はい、はい、まさちゃん、はい。そうですね。個人的にやってた活動と、がいろいろあったり、いろんな、私もすごく ADHD 的とかいろいろ動いたりするタイプだったけど、こう地域で何ができるだろうと思った時に、自分のお家でそのゴミ拾い活動したいっていう共鳴する仲間を見つけた時に、サムカルチャーの勉強会だったりとか、映画を一緒に見るとか、そういう、あとは普通に集まってご飯一緒に食べるとか、そういうことから始めていって、でもやっぱりその妄想してたりしてた時よりも、実際毎月ゴミ拾いを行動することが始まってからの方が、あとそのフィールドの中で感じる、自然の中を見て感じることとかからどんどん派生していくっていう方が全然で、またそこでシェアが起こって、コーヒーをシェアするとか、なんかトングを寄付してくれる人がいるとか、そこで起こることの大きさと、こう渦の大きさみたいなのは全然なんか違ったなって、でも私も思い返すと、もっともっと何年も前からもや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 、あ、こういうのできたらな、なんとかだなっていうのはあったけど、小さいことでも本当、あいちゃんも言ったみたいにやってみることからと渦ができていくし、またいろんな人がいろんなアイデアを出してくれたりとか、なんかあんまり友達じゃないっていうのもすごい、好きとか嫌いとか超えて、その場、なんかなんていうのかな、目的に向かって、その時通りすがりみたいな感じで関わっていくみたいなのに、すごく出入り自由な居心地の良さみたいな、私はこのコミュニティに感じてる感じはあります。なんか縛りがあんまりなくて、上下とかそういうのじゃなくて、やってる感じがあります。はい、もう皆さんどんどん行ってください。この間のリハーサルみたいに。はい、はい、はい、まあいろんなバー、まあトランジション多分南阿蘇でやってたのは、映画の上映会とかが一番やっぱみんながこう参加しやすいですね。でいろんなテーマで上映会で、やっぱそれに興味ある人がやっぱ参加してくれるんで、地域にどんな人が住んでるのかなっていう、そういう出会いの場にもなるし、そこで出会うことで、また、まあ、南阿蘇ってローカルなので、いろんなところでまたそう出会って、いろんなこう話のきっかけになったりとかするので、映画の上映会っていうのは結構良かったなっていう気がします。はい、うん、以上です。はい、まあ、映画の上映会なんかね、すごくハードルが低くて、まあ、その映画を見たくて来るので、その後上映会の後みんなで話し合うんで、そうすると結構話が弾んで盛り上がりますよね。なんかハイネケンかなんかの CM で、なんかこう LGBT を否定なおじさんと LGBT の女性が何のこうバックボーンも知らずに、なんかこうテーブルかなんかを作る作業をして、その2人で作ったテーブルでそのことを話すみたいなっていう、なんかCM かなんかあって、結構なんかうちの廃材コミュニティもなんかもうとりあえず工事やるよみたいな感じで SNS で集まった仲間たちで、なんとなくとりあえず何のバックボーンも知らずに工事を始めながらなんか仲良くなっていくみたいな感じで、やっぱりこう最初うちの廃材コミュニティは本当場所としては一応存在はしてるけど、なかなかくつろげる空間じゃない最初の工事状態みたいな中でも、なんかこうコミュニティっていうかね、どんどんそこでつながりが生まれて、あ、じゃあ今度また一緒にタイミングで工事に来ようかなとか、つながりができて、こう相乗りが始まってったりとか、なんかこう
意外と、なんだろうな、何かこう共同作業みたいのって、すごく、なんかね、翼さんもね、ゴミ拾いっていう形での、なんか 場所がないけど、そのコミュニティっていうのは、その生まれてったりするし、うちなんかは今日、場所を持ちながらも、なんか本当、多様な個性の人たちがこう交差するみたいな、こう場所にこう、やっぱりそれはなんか一つ、みんなでなんか作業とかそういうのを通しながら、なんかこう仲良くなってって、こう、生まれてってる現象って、こう、あるなっていうのは、なんかこう、コミュニティをこう見てて結構感じてますね。はい、今、あの、2つぐらい出たと思うんですけど、まあ、なんか、ね、映画みたいな情報をみんなでこう共有してみんなで話し合う、まあ、そういう価値観の共有を混ぜ合うっていうか、そういう方法と、あとはやっぱり手を動かして何か一緒のものを作るっていうのはやっぱりすごく、あの、なんだろうね、やっぱり行動することでまた全然違ってくるんですよ。頭の中でこう考えるだけではなくて、行動してその後なんか変わったっていうのを見ると、なんかやっぱりみんな嬉しくなるし、なんかやっぱりそういうものって生まれてきますよね。だから何か一緒に作るとか、そういうのも一つのね、始めるきっかけっていうかね、始め方じゃないかなって思いました。私もよく考えたら、1995年の震災の前に、実は桃の家の前に命と食情報センターという NGO を作ってたんですね。でそれは場所もなくて、場所を借りて毎月1回勉強会をしてたんです。でもそのきっかけは子どものアトピーだって、我が子のアトピーを治す情報交換の場が、結局命から食、まあ、環境全部を見直す勉強会をしようって言って、あの川口義和さんとか、まあ、ご存知だったらそうだね、農業のこととか医療のこととかで、まあ、出産、子供を産むとか、いろんな講師を毎月呼んで勉強会をやってて、で毎月通信を出してたんですよ。でそれがだんだんやっぱり頭で勉強するだけじゃなくて、やっぱりこう自分たちが継続してそれを実践する場所が欲しかったんだけど、田舎暮らしをする、離婚し、あ、まだ結婚してたの、前の結婚してたの、あの、で田舎暮らしをする子タイプじゃパートナーがなかったのもあって、いろいろこう離れが、考え方が離れていって、私はその後離婚してしまったんですけど、結局まあ自分の、やっぱり自分の価値観を共有する仲間が欲しくて、自分の、まあ、ちょっと言い方をちょっと極端に言うと、自分のためにやっぱ作ったんだと思うんですよ。それが結局多分今日本全国に何も数えきれないぐらいコミュニティがあると思うし、あるはある村じゃないですか。で多分みんな放浪好きな人とかはいろんな村を放浪して、あ、ここにいいなと思っていついたと思うんだけど、今はまあはしごもできるし、逆に本当にいつエコビレッジ行こうかなってずっと思って、こんな近いのに行けてないなとか思ってんだけど、なんかそうやって行くところがいっぱいあるなって思うだけで、ちょっとお金なくてもエコビレッジだったらいけるのかなとかね、そういうなんかこう楽しみが今増えてることが、まあ、こういう震災とか危機を乗り越えていける場所が増えてるんだなって今実感しましたね。はい、一応時間が終わった、ね、ゴングが鳴ったみたいな。あの参加者の方からね、桃の家にはすごくお世話になりましたって、今自分が始めたコミュニティが考えると桃の家みたいな場所になっていて、無意識にモデリングしていただと思いますっていう方がいらっしゃいますね。まあね、25年やってればそういう方もいっぱいいらっしゃいますよね。そうですね、もう本当に中心だった人もずっと離れて、鳥取にも作ったり岡山にも作ったり九州にも作ったりしてるから、もう本当に多分このトラジションもいろんなこのきっかけでもう無数に細胞のようにできていくんじゃないかな、はい、今やっぱりコミュニティがいっぱい立ち上がって、そこの横のつながりもすごくできてるっていうのがね、また楽しいんですね。だからそのコミュニティを渡り歩く人がすごくいて、その渡り歩く人がまたいろんな情報を持って拡散していくとかね、ここではこんなことやってたよとか、なんかそんなのもまた楽しい感じが今していますね。それでは次の質問に行きたいと思います。参加者の方からもコミュニティを築いてて中で大変だったことありますか。まあこちらで用意したのは、今だから笑える話、きつかったことってどんなことですかって。
いやもうそれはもう廃材エコビレッジが喋るしかないなみたいなところありますけどね。こう、はい、最初の4年間はブラックエコビレッジガチガチだったっていう、ね、話もあるぐらい、まあなんか自分自身なんかはすごくこう DIY が素人なのに場作りしたいみたいな感じでこうその廃校になった工場を買ってしまって、まあなんか土地を買ったら金がもうほぼ0円になって、でも廃材は情熱さえあれば集まるっていうね、こう情報を聞いてたんで、じゃあやるぞみたいな感じでね、こう廃材を集めてこう工事をし始めて、でな SNS でまあ最初やっぱ発信してもフォロワーも少ないし、こう引力が弱いみたいなところがあって大工事でとかこう訴えても、なんか僕しかいない大工事でみたいなね、こういつもと一緒じゃんみたいな日もあったりでもなんかね、こう人がこう来てくれるんだけど、その時も本当お金がなくて、なんか友達からねもらったね、狛江とかをなんかまかないも廃材だみたいになって狛江を集めたりとかしてて、あとはお金がなさすぎてね、みんなにこうバーベキューとかね、こうもてなしたいけどできない僕はみたいな感じで狛江となんかその野草の入った味噌汁とかを、ね、出したりとかして、あ、なんか人生で初めて臭い飯食べたかもってこう言われたりとかしたり、なかなかやっぱそれでもなんかこう意外とね、楽しくダンスしてるとね、結構ねそれもなんかこう面白くなってきて、こうね、まあ、大変さはねもちろんこうあったんだけど、でもそのうちねやっぱねかわいそうだからってね、どんどん差し入れが増えてくるみたいな、そういう現象も生まれたりとか、やっぱそれはやっぱこう分かち合いのデザインみたいなところがあって、やっぱこうみんな優しいなみたいな感じで、こうだからまあ大変さもありましたけどね、本当ね、もう最初立ち上げの大変さね、オープンさせるのに1年後にオープンだとか言って4年かかるみたいなね、なかなかやっぱりこう結構これからね、里山型のコミュニティやりたい人ってね、こう古民家ボロボロだって言うから、さ、DIY 初めてってスタートして、やべえ、結構進まないっていう人、で結構出るかもしれないね、これ聞いてる人も、多分そういうプロジェクトある人もいるかもしれないし、うん、まあ、とはいえね、結構ね、そこで面白いこう引力を集めて、うん、やっぱ楽しい空気感があるとね、なんかみんな、苦労も結構楽しんじゃうみたいな。そんな感じになってくると、なんかこう、ね、工事手伝ってくると、ここ自分やったんだよな、みたいな感じで、その場にまた愛着が生まれてくるみたいなところって、結構あるのが、まあ、面白かったなと思いながら、まあ、苦労あり、こう涙あり、ね、こう笑いありみたいなね、そんな、打ち上げ、そういうのはありましたね、やっぱね。ゆうくんの明るい、そのね、なんか、苦しいけど笑ってるみたいな感じで、そうやって人が、ね、かわいそうだからとか、楽しそうだからって来てくれたのかなって感じがしますね。あとね、こういうコミュニティってグループできるじゃないですか。で、必ずグループってわーって盛り上がって、うんうん、で衝突するんですよ、必ず。あ、グループの変容理論ってあるんですけども、うんうん、うん、で必ず衝突して一回こうトーンダウンしちゃうんですよ、うん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 、でもそこでまたみんなでこう何どういうところからそれが来たのかってみんなで話し合って修復していくっていうのが、うん、そのコミュニティの理論っていうかグループの変容理論っていうのがあるんですけども、それは自分たちが悪いんじゃなくてグループっていうのはそもそもそういうものだと、で必ずそういう変化のステージがあるんだよっていう理論があるんですけども、それを知ると、ああ自分たちだけじゃないんだ、自分たちが悪いんじゃなくてそういうものなんだって分かると、意外とね、あ、そういう時がやっと来たんだって思えるっていうのがありますよね。あるかも、うん、あと何かきつかったこととか今笑える話っていう、無理やりなくてもいいです。ボーンドリブはそういう面ではすごい恵まれてて、もう立ち上げた当初からみんなが面白そうってうわーって来ちゃったもんだから、自分たちのバランスを崩したんですよね、うん、なんかもう来すぎてどうしていいかわからないけど全部に対応しないといけない気がするからってやってるうちに、みんながそれこそね、ブラックエコビレッジじゃないけど、うんうんうん、自分たちが楽しくて
あのこうあるといいよねっていう世界を体現するために始めたのに、それに押しつぶされるみたいなことが起こって、でやっぱメンバーとかも結構話し合ったりして、イベントをどれぐらい受けるのかとか、あの全員が参加しなければいけないっていうスタンスをやめようって言って、そこに来る人たちでやれる形でそれでもいいですかっていう対話をして、で相手の人たちもどういう思いであの、まあ、イベントだったりね、歌ってほしいって思ってくれてるのかっていう対話をしてからイベントを受けるようにしましょうって、何でもかんでもいいよって言ってやってると自分たちの身が持たないっていう、うん、だ結構こう場作りで、なんかあのちょっとこの間も若い子たちで場作りしてる子がゆるゆるに廃材工事来たんだけど、なんかやっぱりこうこれから工事やるっていうのに来てもらったからってこう頑張ってこうサービスしなきゃみたいになってるとね、結構ねあの億劫になって続かなくなっちゃったみたいな話があって、まあ、その点僕やっぱサービス精神がなかったっていうのがやっぱこうねこう足りない、ね、やっぱもうゆるゆるって名前つけちゃったから、だってゆるゆるだもんってこう全てを言い訳にこうしてたところありましたけどね、もう最高です。でもそれ すごい大切ですよね。なんか何年だんだんしなければってなっていくんですよ、人間って。そうそう、だから期待っていうのがね、結構ね、なかなかね、あ前回やってくれたのにみたいな、最初から僕やらなかったんだけど、あのなんか やっぱりこうね、あなんかどんどんトーンダウンしてってこうできなくなっていったら、なんかね本人もな、あなんかやれなくなってっちゃったなみたいなところもね、割りかす、やっぱ最初から脱力してて、でなんかある力をみんなギフトで持ち寄るっていう、なんか余剰分でこうやっていくって、すごくエネルギーでやっていくってね、めっちゃ大事だなと思ってて、おいちょうど時間になりました。なんかもう1時間ぐらいね喋ってられますけど、なんかちょっと紹介したいのが、うん、あの池ちゃんよろずで事務局がいろんな事務的なことを手放したっていうのをちょっとだけ話して、ああそう、僕も喋り出そうと思いながらタイミングがなかったんだけどさ僕やっぱり最初ね、ひりゅうくん言ったように頑張っちゃってて、あのいろいろやってたんだけど、ちょっとこのままじゃ続かないなと思ったんで、途中で無理をしない努力宣言っていうのをやった。でいろんなことを手放してほぼ何もしないっていう状態に今なっていると、やっぱり持続可能な形になったなと思っていて、でもみんなにこう無理をしませんっていうのを宣言するっていうのをあえて言っている、今でも言ってて、あのそれまあね、あの最初から飛力みたいにできたらいいんだけど、あのもし今そういうので悩んでたらそれはこう前向きにこう持続可能性を求めて無理をしない宣言するっていうのはね、いい方法だなと思います。多分ね、6人の方みんな脱力状態がうまい方ばっかりで、多分それだからまだ続いてるんじゃないかなと思いますまあね、本当自分の楽しい範囲でやるっていうのがまずは大前提です ね自分たちが楽しくなければ人はやってこないですよね。そうね、うん、その反対の意見を持った人との対話も楽しむみたいなね、うん、そういう精神性みたいなものも普通必要だと思うし、うん、はい、ありがとうございます。では、質問4、コミュニティをやってて何が一番楽しかったか、やっててよかったなと思った時はどんな時ですか。失敗ありすぎてですね。ね、でもあのまあ多分なん最中ママの家 の中心にいる最中の時はもう日々祭りとかそういう一個ずつね、苦しかったり楽しかったりするんですけど、今は本当に年に何回かしかママの家に行かなくて、最近ちょっと止まったんですけど、あのすごいやっぱり自分が、まあ、作った場所でもあるし、まあ、自分の昔の家具とかもそのまま置いてきたんですけど、なんかやっぱり今私両親も亡くなってるんですね。でちょっと諸事情があって自分の家には戻ってないんです、もう十何年も。でもももの家が実家になってて、本当にあのしばらくちょっと行かない時もあったんですけど、あのやっぱり帰るうちってない人が私に限らず多いんですよね。あのいろんな意味でね、その親が亡くなってもう家が本当にない人もいるし、あの親とうまくいかない人もいたりとか、あと結婚してない人もすごく多くて、なんかこうあと帰る場所もないし、一緒にこう集団であのなんだボンクレとか過ごす
場所もないみたいな人も意外とこの時代多くなってきましたね。でそういう意味で古い昔の広間があって縁側があって庭があってで、まあ、人が来てても気にならない距離感があるっていう意味ではなんか実家だなと思ってその今守ってくれる人にすごいもう実家みたいで嬉しいですって言ったらまたその言葉にその感謝してくれてっていうのが最近やる。はい、それは嬉しかったことです。はい、報われた。はい、グローさん。はい、やっぱコミュニティと子どもの成長ですね。嬉しかったことっていうのは、で2012年から森の幼稚園っていうのをやってて、名前がですね虹の国星の子って、今おテントさんってこういろいろこうやっぱコミュニティでやってるいろいろこうかちょっと変遷していくんですけど、その一番最初にうちの長女が2012年に始めて今中3なんですけど、他の子供たちも一緒に成長していってるんですよね、コミュニティの中で。だからもうみんななんかこう我が子っていうか、あの子今どうしてんだろうとか、そういうこうそういう子供の成長をコミュニティでみんなも見守っていくっていうのがすごく良かったことです。で最近ですね、森の幼稚園に行きたいから南阿蘇に引っ越してきましたっていう人まで現れて、やっぱそういうこうそういう家族なんだな、他の人の人生とこうクロスオーバーするっていうか、コミュニティでを通じてそういうのはすごく嬉しかったですね。でまたまあいろいろまあコミュニティやってるんですけど、自分がどこに体重かけるかでコミュニティやっぱ広がっていって、そのまたコミュニティいろんな別々のコミュニティ同士がこう重なることで、なんだろう、喜びとかそういうこう新たな発見とかが生まれてくるっていうか、やっぱ10年ぐらいやってるといろんなそういうことが出てきて、あやっぱ重層的に重なってくるとすごく面白いなっていうのが実感です。はい、以上です。はい、ありがとうございます。まあ、本当10年以上やってると子供がもう成長して、ね、大学生になったり高校生になったり、それでどうだったかっていうのをね聞いて、やっぱりすごくいい体験、大人がそんな真面目なお金にもならないことを真面目にみんな集まって何時間もかけてやってるっていうのは、多分すごく子供のそばでね見てるっていうのはすごい、まあ、本当に教育じゃないかなって本当思います。僕もさっき二郎さんの話じゃないですけど、やっぱり中学3年生で不登校になってた、うん、週1回1泊で預かったことがあって、うん、でやっぱ最初はめっちゃ無口で何も喋なんかあんまりボソッとしか言わないみたいな感じで、でもなんか基本的に廃材区別にいる大人たちってなんかこう車のお家に住んでるやつだとか、まあ、僕みたいに廃材を使ったアーティストとかちょっと変わった人ばっかりいるみたいな、で彼自身は学校ですごい変わり者みたいな形でいて、合わなくてこうゆるゆるに来たらやべえ周りもっとおかしいみたいなこう感じのところもあって、なんかそのうちねもうなんかとりあえず今日はコンポストトイレのうんこ埋めるぞみたいな感じでこう一緒にうんこ埋めたりとか、なんかそんなことを一緒に作業をしてたらなんかねどんどんなんかねこう顔つきがこう変わってくるっていうかね、なんかこう開かれてきたみたいな感じがあって、うん、でそのうちやっぱり彼は絵描くのが好きで、なんかこういろんな大人が来た時にこういろんなんかこう絵を見せる機会とか、もう卒業の時にこう卒業制作展やろうぜとか言って展覧会をこう開いて、そしたらもう作品がもうみんなの応援でコミュニティの仲間たちの応援で売れて、また彼が音楽やりたいからこう DJ の機会を買ったりとかして、うん、なんかどん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 なんかこうその子がこう開いていくみたいな感じが本当に半年ぐらいでこうどんどんこう見えてきて、なんか割とそういうなんかその人の空気が変わっていくっていうか雰囲気が変わっていくって、なんかすごく自分なんかこうコミュニティをやってて、なんかそれがすごくね嬉しいことって思ってます ね、うん、嬉しいですね。この人の見てる世界が変わってきたなっていう、それでなんかこう表情が和らいできたりとか、なんか楽しそうになったりとか、なんかそれって本当世界の変わる出来事じゃないかなってなんか思えて、
ね、たった一人でも、喜びに結構たった一人でもそういう子供が変わったっていうのはものすごい嬉しいですね。うん、もうものすごい、なんか、ね、うん、それはもう大人も同じだなと思う。うんうんうん、割とそのよろずって移住者のこうなんていうのか入り口みたいな、富士野に移住してきたらまずよろずに入ればあのなんとかなるみたいなのがあるんだけど、その思いの中に、やっぱり人と関わって生きていきたいって、それまではなかなかうまくできてなかったみたいな人が、来た時に、入ってしばらくして、まあ、ある方から言われたんだけど、こう人と関わることが怖くなくなったって言われて、ちょっと僕は嬉しかったなと思って、大人もやっぱりなかなか今こうコミュニケーションを取るのってすごくこう、うん、あの臆してるというかね、難しいから、そういうのがもう楽な地域に慣れてるっていうのは嬉しいなと思ったりはするんですよね。ね、本当安心できる場所ができるっていうのはやっぱ本当ね、うん、やっぱそれだけ助けても言いやすいし、ね、厳しい、なんかやってないとすぐ言われるみたいな世の中だから、うん、本当そういう場があるといいですよね。じゃあ逆にうちのコミュニティにいた子がその地方の過疎化の村に行って盆踊りをキーワードにその村のおじいちゃんおばあちゃんたち、まあ、知り合い誰もいないところに引っ越したんで、おじいちゃんおばあちゃんたちとコミュニケーションを取って、でこういうのが楽しいと思うんだよねってを伝え続けたら、そのおじいちゃんおばあちゃんたちがやる気になって、いやうちらも若い時はねって感じで祭りが復活したっていうのがすごい嬉しいなと思って、その楽しいとか嬉しいとかっていう動機はやっぱ人を動かすんだなっていう、それをきっかけにその新しいコミュニティに入っていくこともできるし、コミュニケーションを取ることもできるし、自分とその他者との関わり方っていうのがすごく変わってくるなっていう一助になれてるっていうのが嬉しいなっていうふうに思ってます。だからある意味こう社会に出た時に会社というコミュニティ、あの PTA というコミュニティ、自治会というコミュニティって結構こう義務と責任がこうつきまとう、こう大人なんか社会にこう入って、やっぱりそうするとやっぱりこうなんかこう距離の取り方っていうかね、警戒し合うみたいな、なんかこうなってしまう、こうデザインもあって、そういう意味ではすごくこう緩やかにこうリラックスを持ってこう人とつながれるこう輪みたいのが、なんか本当地域が、で地域でなくてもなんかそういうね、翼さんがやってるようなこうプロジェクト、ゴミ拾いっていうそういうプロジェクトだったりとか、なんかこう脳的なプロジェクトとか、なんかそういったものでこうもう参加してもいいし、しなくてもいい、なんかそうすごく緩くこうつながれるって、なんかすごくこう今の時代大事なんじゃないかなっていうのはなんかこう感じてますけどね。ね、本当企業とかそういうところは義務感だったり、しなければ罰せられるとか、なんかそんな雰囲気ですよね。で多分ここのコミュニティは やらなくても何も言われないし、エネルギーがなくなったらやめる、うんね、そういうのはすごく大切にしてるんじゃないかな。ひりゅうくんのところってあの周りがほとんどあの年配の方じゃないですか、ね、であの具体的にどういうコミュニケーションを取ってるとかってあります？地域の人方ですよね。いやね、これがねなんかすごく面白くて、あのやっぱり若い子たちがねこうモバイルハウスとかをねこう結構作ったりすると、なんかこうゴミ捨てにねみんなこう おばあちゃんとか持ってきて、またなんか作ってるなみたいな感じでこう会話が始まってて、ね、結構仲良くなったりとかして、でそんな中やっぱりあの台風19号があった時に、うちの地域ってこう一回こうある意味こう土砂崩れて陸の孤島になってしまって、でまあ道が一本だけ通った時にこうボランティア募集してね、こう一気にこう、いろんな道路の土砂とかをみんなで、もう本当独居のおばあちゃんのところとかでね、こう俺はおばあちゃんできないできないみたいなところを結構みんなでこうやったりとかして、まあ、やっぱ本当いろいろにこう来てる時にもうちょっと関係性が生まれてたからこそ、なんかまたその台風19号の後とかの、ね、まあ、よりこう関係性がこうできてきたりとかして、まあ、本当地域の方も本当もう3人ぐらいからただで土地をお借りしてたりとかして、なんか本当地元の方もすごくこう応援してくれる方もどん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 こう増えてきてたりとかして、なんかこれはすごくこう なんだろうな、地元の方もなんか今までこんなにこの集落に人が来たことなかったみたいなところもあったんだけど、
なんかね、いろいろこう楽しくやってて、こうその空気をなんか感じてくれてるところはあるのかなっていうのはね。それ小さい子供もたくさん増えて、昔はこんな感じで賑やかだったなみたいなこともね、結構こう地域の方に言われて、賑やかにしてくれやってこう言ってくれる人もすごいたくさんいたりとかして、やっぱなんかそういう地元の方もやっぱりこうどんどん高齢化してて、子供の声もなくなってってっていう現状もやっぱりすごくこうリアルにこう体験してるところがあって、やっぱそれがなんかちょっとなんか昔の雰囲気みたいなのがなんかこう感じてるっていうのがなんか地元の方はなんかこう嬉しそうな方結構多いですけどね。はい、うん、ね、子供の力って大きいですよね。じゃあ、ゲストの方一言ちょっとまあどう感想ですかね。多分その どう変わったとかそういうことをちょっと中心に言ってもらえるといいのかな。うん、はい、じゃあ翼さん、あ、はい、お願いします。そうで、このコミュニティドックスというゴミ拾い活動もそうだけど、このたくさん人がいる都会の街で結構知らない人に声をかけるとかのハードルがめっちゃ下がってるっていうか、なんかこう、そう出会うってことが普通だから。でも人間の本質って多分田舎でも都会でも変わんないと思うんですよね。だからなんかそんな自分が自分の心地よい自分でいるっていうことをすごくサポートされてるなっていうふうに感じますってことを今日また振り返ることができた感じ、うん、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。じゃあ池ちゃん。はい、そうですね僕も移住者だったんですよね。で、田舎にこう入る、まあ、田舎にはそういうコミュニティがあるだろうと、それにこう仲間入りするんだっていう覚悟で、来ていたんですよね。で、まあ、もちろんそういう地元にあった自治会だとかそういったコミュニティもあるんですけども、自分次第でこうこの関わり方っていうのはこう変わっていくんだなっていうのを今は感じています。で、まあ、よろずのねコミュニティもこうやっぱり楽しく、なんかこうお互いに支え合う、分かち合う、与え合うっていう、こう割とポジティブなこう関係性を作って、でそれがその他のコミュニティでもなんかできていけるっていうようなこう、まあ、一種のトレーニングみたいなものを、よろずの方ではできたなと思って、割と今地元のこう自治会とのコミュニケーションも楽しくやれている感じなんですよね。まあ、多分さっきひりゅうくんが言ったこう義務と責任が伴うコミュニティにも参加しなきゃいけない場面っていうのはどうしてもあると思うんですけど、それもうまくいけるように別のコミュニティで楽しくやるっていうのはいいんじゃないかなと思います。うん、はい、ありがとうございます。じゃあ次郎さん。そうですね、自分が変わったことっていうのは僕煩悩がいっぱいあって、エゴも強いんで、これもあれもっていう感じになってたんですけど、だけどなんか全部できないなっていうか、全部責任感もまた強かったりしたんですけど、まあできないなっていうことがどんどん分かってきて、まあそれをなんかメンバーっていうかコミュニティのメンバーの方にこう放つじゃないですけど、手放すっていうか、そういうことがどんどんなんか自分の中でできてきたなっていうのがまあ、コミュニティ作りっていうか、まあ、そういうのをやって、まあ、よかったなっていうところですね。はい、以上です。ありがとうございます。本当そうですよね、頑張っちゃうけど最後誰かやってみたいなのは結構ありますよねそれが許し合える、うん、じゃあリエさんどうですか。はい、そうですね、皆さんと同じだように、なんか一人一対一って、まあ、ぶつかることも多いし、ね、離れることも多いんですけど、やっぱりちょっとクッションがある空間がコミュニティだと思うんですね。そのクッションの中に受け止めて、まあ、逃げるでもなく反発するのでもなく、まあ、自分の距離感で、まあ、その得意分野の人がいたらちょっと答えてあげてみたいなこととかをできることがもうコミュニティの絶対必要なとこかな。だから拒否入りにくいって人も中入って入れるというか、遠慮しなくてい い空間を作ってきたような気がします。それがコミュニティだったかな。はい、あ、コミュニティはクッションである、面白いですね。うん、はい、ございます。じゃあ、あいちゃん。はい、
コミュニティがあると生きるのがめちゃめちゃ楽になるなっていうのが私の所感です。なんでかっていうと、あのみんなが補い合いができるので、まあ、お金がかからないっていうのもあるんですけど、うちの地域すごいそういうコミュニティが豊かなので、あの毎日のように縁側にお供え物が届くんですよ。なんか野菜とか野菜の苗とか、あのおやつとか、なんかあのありがたい嬉しいなっていう気持ちとともに、なんか本当に自分を安心してそこの場所にいさせることができるようになってくるのがコミュニティだなっていうふうに思うのと、自分自身があの人をもっと信頼することができるようになってきたなって、緩やかになってきたなっていうのを思います。なんか全部一人でやらなきゃって東京とかに住んでる時は思ってたけど、ここでは頼れる人がいっぱいいるので、あれもできない、これもできない、わーいって言ってやってもらうみたいな。ね、あのもしあの自分でやるのも大事だけど、そうやって人を頼りにすることで、そこでコミュニケーションが生まれたりとか、より良いものになったりするなっていうのがコミュニティの面白さだなっていうふうに思ってるので、なんか仲間を集めるというか、自分はこういうことやりたいよってまず宣言するところから始まるのかなって思うんですね。コミュニティってこういう世界がいいよ、こういうの楽しいと思うっていう、だから今は Facebook とか何でもね、ブログとかもありますから、こういうことやりたいってまず発信するところから、もう時間がない方もいっぱいいらっしゃると思うので、そういうのも補い合えるような形っていうのがだんだんできてくると思うので、まずやりたいよっていう自分の思いを出してみるところからコミュニティが始まるんじゃないかなというのが今日の所感でした。はい、ありがとうございます。もう自分がやりたいことを情報発信するとか、これできないから誰か助けてとかね、そういう弱みを見せることっていうのも、うん、なんか始めるきっかけにもなりますよね、うん、はい、じゃあひるくんお願いします。なんか結構こう楽っていうワードが結構こう自分の中では強くあって、まあ、みんなの空気楽しいだったり、なんかこう気楽な感じの空気だったりとか、あとやっぱ自分自身もそれはなんかこういろんな、あのたくさんのね、こう価値観、もう多様な価値観の人とこう関わる中で、なんかこう自分なんかすごくこう寛容さってすごく大事だなってこう思ってて、その中で自分の心の在り方としてすごくこうリラックスっていうか、なんかゆとりを持ってるっていうかね、楽である状態っていうのがすごくこう人を受け入れるっていう上でもなんかすごく大事だなって結構思ってて、で結構こうよく宴会はしてるんですよ。なんか人が来たらこうみんな円卓で囲んで喋るみたいな、まあ、その話してる中で、あ、なんかこの人あの、あ、こういうバックボーン持ってるんだみたいな、そういうことを知っていく中で結構、あ、なんかこの人のこういうとこなんかあの許せるなとか、こう思えるなみたいなことも結構こうなんかこう対話の中で結構ね、そういう気持ちになれることとか結構こう自分なんかあったりとかして、なんか本当その寛容さ、みんながこう寛容に、そうするとこうありのままで居やすいこう空気感っていうのが生まれて、それってこうキーワードとしてはすごく楽だなっていうのがなんかこう自分なんかこう思って、今日の話の中でもみんなやっぱそこが重要なポイントになってるなっていうのはなんかすごく感じた。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。すいません、質問、皆さんあのチャットに結構いろいろ書いていただいて、じゃあよかったです、はい、あの質問でね、何かコミュニティのアイデンティティみたいなものは生まれましたか、うん、あるいは意識的に作ろうとした、作らないようにしたなどあった場合、なぜそうされたのか、理由などはありますかっていう質問が一つあるんですけど、ちょっと答えてみようかなと思う方いらっしゃいますか。あ、じゃあ僕答えようかな。なんかアイデンティーといえばなんかなんだろうな。やっぱりこう自分自身がやっぱこう場を作った時にこう伝えたいことみたいなのはこう持ってて、やっぱりそれってこうこの廃材コミュニティってこうなんだろう、里山型でこうお金依存度が低いデザインっていうのがまあ一つあって、まあ、そういう意味では結構こう本当都会でね、あのちょっと本当心なんかもう仕事で疲れたみたいな人が結構来たりとかして、まあ、そんな中であのいやこういう生き方もあるよみたいなこう提案的な部分っていうか、まあ、ある意味こううちってこうそういう役割の部分ってあるなっていうのはすごく感じてて、なんか一つその中でこうある意味こう消費されない生き方っていうのは、里山では今ねこう空き家が1000万件ぐらいあったりとかね、あの農地とかも余ってる中で、
なんかそういう、生き方が全然全国でできるよみたいなことは、まあ、ある種廃材コビレッジってこう廃れたものに価値を与えてこう、自分自身がこう楽しく生きられるように、ね、こうなっていくっていうのは、なんかこう廃材コビレッジのアイデンティティとしては、なんかこうすごくこう長年やってきて、なんかその思いは結構こう強くなってる部分はありますね。はい、一つのうちのアイデンティティです。はい、ありがとうございます。なんか、はい、以降全部の話を聞いてると、うん、個々のコミュニケーションの中、コミュニティの中の皆さんの個々のアイデンティティを大切にするっていうことでつながるってことになると、集合のアイデンティティっていうのはあんまり必要なくて、うん、まあ、どっちかというとこう、まあ、そのコミュニティの中の多様性がこうちゃんとあって、それぞれのアイデンティティっていうのが、しっかりと確立して、それを認め合っている集団であるっていうことが重要なのかなって僕は思ってます、うん、だからこのよろずとしてのアイデンティティっていうのは特にこうあまりこう形作んないように、まあ、ここにもあるので意識的にちょっとしてる気はします。多様性が尊重されるアイデンティティかもしれないですね、うん、午前中ね、愛ちゃんが話してくれて、ボンブは、なんだっけ、H 団結してバラバラである。一丸となってバラバラに。それがなんか、いい表現だなと思ってね。めっちゃいい表現。個人らしく、思いっきり生きることで団結していくみたいなイメージですよね。好きなことやったらまとまっちゃった、イエーイぐらいの感じです。それがアイデンティティだね。そうですね。あと他の質問で何を？他の質問、仕事や家事とか、もう子育てとかでもパツンパツンになってるけれども、そういう活動というかコミュニティの、仕事とか役割とかとのその両立させる、なんかいい方法はありますか？これね、僕答えたいと思うんですけど、まず自分の状況がどうかっていうのをみんなにシェアして、今こんなことでちょっと大変でちょっとできないわとかね、それでそうするとね、コミュニティができてると、あ、じゃあ俺それやるよとか、みんなが補ってくれるんですよ。だから頑張ってそれをやり続けようとしないで、今こういう状態だからすみません、できませんって、まずそれと、みんな忙しかったらもう本当、もうみんな忙しいから、とにかく、まあ、ご飯持ち寄って、ただご飯一緒に食べようとか、そのぐらい緩くする。だから頑張らないこと。ただ、やっぱりね、全くこうつながらないとやっぱり寂しいし、あれがあるので、一番楽な方法でつながり合うとか、助け合う、補い合う。そういうのがすごい大切だなと思って、で、頑張ってこう、何も言わないでやり続けるんじゃなくて、今こんな状況だからちょっとごめんできないっていうことをシェアする、そういうのが一つの方法じゃないかなと思います。なんか翔子ちゃん、なんか手挙げてたよね。あ、どうも今日もありがとうございました。皆さんの話を聞きながら、楽しいとか緩くつながってるっていうのはすごく参考になりました。実は私も4月のヒデさんの藤野の本が出て、私も宣言しちまったんですが、トラジション3人の仲間集めて今妄想してる最中なんですが、ちょっと一人聞きたい方がいらして、翼さん、翼さんは私も多摩川の向こうのちょっと里山のある田舎の方なんだけども、一応東京なんです。で、本当に二子多摩川の都心地下の中で、いわゆるそういう緩いつながりなんですっていう話があったんですけど、うん、結構いろんな人が多分ゴミ拾いということで来たんだろうけど、そこの維持できるというか、ゆるゆるでいられるそのコツっていうのは どの点なんですかね。そうですね、どうなんだろう。でも私もすごく自己犠牲的にならないことと、うん、あとなんか正義感みたいなやつを、なんていうのかな、そういう感じで活動する人もいるんですけど、うん、なんかこう例えばホームレスの人のものかなっていうようなものをゴミ拾い集めてきて取ってやったぞみたいな感じだったりするのとか、私はもうめっちゃもやもやするんですけど、それに対してなんかでも、まあ、みんないろんな考えがあるし、それはその人のものだったのかな、答えがないっていうか、
なんかでも、なんていうんですかね、それがどう思うこう思うみたいな議論みたいな喧嘩みたいにはなんかなんないですね。みたいな、なんだろうな、なんかさっき好きとか嫌いとかじゃないっていうふうにちらって言ったのも、なんかやっぱりなんかそのいろんな動機とかがあって混ざり合ってて、でもそれに別に私たちが提供するとか主催者だからなんか答えを持ってるとか、そんなんじゃ全然、ゴミ拾いって誰でもできる、子供でもできるし、別になんかより上手とか下手とかないし、答えがないっていうか、なんかだからなんだろうな、そうですね。でもなんかそこであんまりこうあるべきに私自身がはなんかそこにいないようにするっていうか、私それ嫌いだなって思ってるのは思ってるし、なんか正直さと優しさを大事にしながらコミュニケーションし続けるとか、嫌だなっていう行為を見たりとかした時には一対一で周りの人に聞かれないような感じで私はこう思うっていうのを言ったりとか、なんかそういうのは振り返るとしてるかもしれないけど、それもなんか無理なくっていうか、とにかく 私自身が自己犠牲しないっていうか、敵にならないっていうのはめっちゃ気をつけ、頑張らない、嫌だったらやらないとかを気をつけてるかなと思います。あとこの間の打ち合わせで、でも結構ノーっていうことはいろんなお誘いとか、ごめん、あとこの間翼ちゃんが言ってた結構瞑想的に自分に向き合ってっていうのがすごい素敵だったなと思うので、あ、ゴミ拾いは一人でやるので、だいたいバーって解散して何分後にここねって言って、それぞれ、まあ、何人かでやってる人もいるけど、その一人ずつ自分でやるっていうか、あんまりグループって言いながらここ勝手勝手に活動するって感じがあったりするっていうのが瞑想的でもあったりするかな。あとはそのなんだろうな、この辺高島屋とか東急とか大きなところとかがなんかその最近 SDGs とかそういうのでコラボしましょうとか、そういうお誘いみたいなのとか、あと世田谷区も環境のこととかすごくやってるので、そういうお誘いとかもあるんですけど、そういうのは結構ことごとく断ってるっていうか、なんかあんまりそのなんていうのかな、短い時間でうまく言えないんですけど、自分たちが楽しいって思うこと、自分犠牲をしないことっていうことをすごいこだわってやってる感じがあります。だからまあ物足りないなと思ってるメンバーとかもいるかもしれないけど、なんでもっと広げないんだとか、でもおっしゃってくださったような結構やっぱりね大変な部分があるので、ぜひ来てください。来週6月20日にやります。朝9時にふたこたまがケンタッキー前に来てください。ありがとうございます。ありがとうございます。自己犠牲をね強いないとか、頑張らないとか、無理に広げようとしないとか、そういうのがねキーワードでありました。あと地域通貨の質問があったんですけども、ちょっとそれに答えてる時間がないんで、このチャットに貼り付けてるんですけども、7月8日、8月8日に、地域通貨をやってる人たちが集まって、オンラインで お話をしますので、もしよかったらそこに参加してください。またトランジションジャパンのホームページに案内が貼ってありますので、よかったらそれに参加してください。なんか質問他にありますか？なんか一緒に活動してる仲間を生かし合う話を詳しく聞きたかったっていう方がいらっしゃるんですが、はいはい、コミュニティをやってる中でやっぱり特性ある方たくさんいらっしゃると思うんですけど、どういうふうにこう回していらっしゃるって言うとあれですけど、役割とかどんなふうな形でされてますか？その辺、まあ、廃材コミュニティなんかはね、結構こう、ルールを決めてないんで、まあ、みんなが集まってきたら、みんな好きなことしてるみたいな感じで、なんかずっと本読んでたりするやつもいれば、なんかこう、あ、お腹空いたなって言ったら、ご飯作るのが好きな人は作り始めたりとか、なんかお風呂沸かし始めるやつがいたりとか、なんかこう、何もね、こう、係を決めないっていうのが結構あって、そこはね、結構、意外とそれでね、なんか、みんな、やりたくないことはやらなくていいよって言ってるながらも、なんか、そのテーマを持ちながらみんな自然とこう動いていくみたいな現象ってあって、最初からそれをこう語ってるって大事かもしれないなって。ね、なんかそうすると、なんかみんながそれぞれ得意なことを始めるみたいな。で、そのうち、なんか、好きなことやっていいよって言ってると、なんかこう、イベントとかもどんどん勝手に企画されてったりとかして、なんか自分企画のイベント、村長企画のイベント以外にも、なんかこう多様な
それぞれなんかヒーリングのお祭りやりたいみたいなことやり始めた。あ、やったらいいんじゃないみたいな感じで。なんかこう、ちょっとこう NVC のことやりたいって言ったら、やったらいいんじゃない、占いのなんかスピリチュアルなんかお話し会みたいにやりたい。いいんじゃないそれもみたいな感じで。ただなんかこう、みんなそれぞれがね、自然発生的にこう、コミュニティの中でなんか起こしていくみたいな現象みたいなのがこう、生まれたりするの。やっぱそこは結構こう、その、なんかこう、やってもいいんだよっていう空気みたいのが、自然とこう、みんなそれぞれ自分の能力を出していいんだっていう、こう、そこからまた生かし合える空気感みたいなのがこう、生まれてくるんじゃないかな、みたいなことは結構こう、見てて思うことですね。うん、発行する時間を持つとか、待つとかですね。そうはね。なんか結構ね、手をかけないっていうのは結構、なんかと、あの、ちょっとは最初はなんかこう、やるんだけど、そのうちはか、あの、できるだけこう、自分は、あの、隠居で、ただ、あの、縁側でお茶すすってるおじいちゃんになりたいと思ってて、みんなが家庭好きなことやってるっていうのが、一番理想の姿だなと思ってて。うん。あとは、あの、ちょっと思うことがありますね。はい。まあ、トランジション、藤野で言ってるの、まあ、ヒデさんが言ってる、そのやりたい時にやりたい人がやりたいことをやりたいだけやるみたいな。うんうん、要するに、その、やりたいっていう気持ちが一番エネルギーが高いので、うん、それをこう拾っていくのが一番こう、相対としてはエネルギーをこう効率よくうまく生かしてるみたいなことになっていくっていう理論なんですよね。だそれをあの実践するのなかなかこう勇気がいるんだけど、でも結果的にあのやりたいことをみんながやるっていうことに任せるって、あの後で振り返るとああいう考え方をみんなで共有したからなんかこれだけ続いてるしうまくいってるんだよねっていうふうに、まあ、思えてるので、まあまあね、似たような多分皆さんあの感じだと思うんだけど、うん、結構重要なことかな。コントロールしようと思ったらものすごいエネルギー使ってものすごい消費しますよね。ね、コントロールにエネルギー使うのもったいないね。だから盆踊りもこれが必要ですよってイベントやるにはこういう項目が必要ですよ誰かやってみたいな感じの立候補制が結構多かったりして、うん、で、まあ、あとはあの特性あるじゃないですか、ウェブデザインができるとか着物縫うのが得意とか、うん、ヘアデザインができるとかそういう人たちに個別にこれやってほしいって頼むことはありますけど、基本的にまあルールも何も規則もないのでやりたかったらやってって、やれる時間内でやれることをやってっていう感じのことが多いかな。そうするとなんか思いもよらないぐらいのクリエーションのレベルでバーンって出てきたりとかして、うん、なんじゃこりゃこんなにできるのみたいなことが結構起こったりします。こうやってこうコミュニティの空気のデザインみたいな話があると思うんだよね。やっぱなんかこの コミュニティはちょっと自分の意見言いづらいとかあるじゃないですか、うん、でもなんかやっぱり居心地がいいコミュニティってそういう空気がこう想像されてるっていうか、みんなでそういう空気を作り合ってるみたいな、それって何ぞやってとかね、すごくこうコミュニティを作る上で面白いこうテーマじゃないかなって自分も感じてますね、うんうん、あと多分2分くらいでまだもうちょっと時間あります、うんね、そういう場作り空気作り大切ですね、うん、こうじゃないとダメとかこうあるべきっていうのがない方がうまくいくなっていうのは思います。うん、うんうん、好きにやっていいよみたいなできたらみんなで喜ぶみたいな、ね、だからまずやっぱこう信頼っていうかね、こうなんかこうみんなとりあえず寛容に受け入れてみようみたいな感じからなんか始まるのかな。警戒してるとやっぱ結局そこにね、うん、こういろんなルール作りとかなんかそんなっていう、まあどうなってもまあいいかみたいな、なんかそういうちょっとこう心の広さって結構こう、うん、重要になってくるところはある気がするな、うん、この空気がみんなが懐がなんとなく豊かに広くなっていっちゃうって結構すごい居心地良さそうじゃん。そうですね、なんかその筋力トレーニングって感じがしてます。なんかそうそうなんか意外とコミュニティのなんか中心に立つ人って結構すごい瞑想的だなって自分は思うしね、なんかいろんな人関わってきて、うん、おーこういう人もいるんっていう、なんかこう今自分のざわつきなんだろうっていう、まあ、緩やかに問うっていうかね、そうそうそう、そういうこともあったりするし、うん、でもそれ自身がすごく学びがあるなっていうふうに、うん、自分の中を捉えるようにしてるけどね、うん、はい、もう時間がそろそろなくなるんですけども、皆さんまたぜひよかったらこのつながりをね、皆さんつながってもらって直接なんか聞きたいことがあったら、うん、Facebook かなんかでつながって質問したり、あと、グループページ立ち上げたんですよね、これのね、世界ローカリゼーションデーの、うん、
トレーニングにぜひ参加していただいて、いろんな人とつながっていただければなと思います。うん、で、窓口はトランジションジャパンの方に何かあれば、連絡ください。そしたらつなぎますので。はい。そろそろ戻る時間になりつつ、あと45秒あります。何か言いたい人が一言あればぜひ。滞在コミュニティ毎月見学会企画しますので、興味ある人はインスタかフェイスブック見てください。あと何分だっけ？何分？巨人盆踊りにも踊りがあるので、もしね、興味のある方は踊りに来てください。そしたら簡単できると思います。映画とか本も出るので、イマジン盆踊り部で検索していただけたら、みんなジョインしていただけるかなと思います。二子玉川ドックスも毎月ゴミ拾ってますので、ぜひ Facebook ページフォローしていただけたら、お会いできるの楽しみにしてます。